熱暴走とは、科学や回路設計の分野で用いられる用語で、発熱がさらなる発熱を招くという性の、フィードバックにより、温度の制御ができなくなる現象、あるいはそのような状態のことを指す。この現象が生じると温度が際限なく上昇し、最終的には、機器の破壊や爆発に至る。例えば、バイポーラトランジスタは、温度上昇に従って、 電気伝導性が増す性質を持っている。このため、適切な処理を行わずに利用した場合、一旦温度上昇が生じることで、より大きな電流が流れ、さらなる温度上昇を招いて、最終的には、素子の破壊に陥る。熱破壊も、熱による回路部品の故障のため熱暴走と呼ばれることがあるが、熱による素子自体の破壊ではないため、別の現象である。これは、 集積回路の製造技術が未熟であった1980年頃まで比較的よく見られた故障の一つである。何らかの外因で集積回路の台の上でクラックや歪みによる構造破壊が発生し低温では導通状態にあるものの一定温度を超えると破壊された部分の導通が失われ装置は異常動作を起こす。異常動作した後集積回路を搭載した装置を 一定時間冷やすと機能を回復するため、全く違う現象であるものの熱暴走の故障が使われた。現在の集積回路は、温度エイジングによって、これらの欠陥が含まれている製品を高校ほどで取り除いているため、現在は極めて稀な故障となった。またこのような故障が許されない装置では、回路は高温層に置かれたり、 あるいは動作に関係なく、発熱と冷却が一定温度で、喫光状態となるように設計されている。砂漠地帯での運用が想定される、軍事用コンピュータ、超低温から超高温まで激しい温度変化に、さらされる、駅航空宇宙向けや人工衛星で採用されている。その他、大規模集積回路で採用されている。 歪みシリコン技術は結晶格子の大きさが異なるシリコンとゲルマニウムの合金によって電子の移動速度を加速し応答速度を改善する技術である。しかし温度変化に非常に鈍感であるシリコンに比べてゲルマニウムは温度に敏感で温度が上昇すると固定されていなければならない回路定数が変化してしまい正常な機能を喪失する恐れがある。 このため歪みシリコン技術を使用した集積回路の動作温度は比較的低温で稼働させるよう回路上に温度センサーを多数配置して大全域の温度を監視して通電状態を制御したり非常に強力な冷却装置を併用することが多い最近の熱暴走は化学反応と電子回路の複合によるケースがよく見られるその一つとして リチウムイオン二次電池の異常発熱問題など、設計上の不具合による、熱ループによる事故が多発している。ボーイング787のバッテリー問題の場合、ボーイング社 CEO のジェームズ・マックナーには、熱暴走であるという指摘を受けて、熱暴走というものには、いろいろな解釈があるとしている。不具合などというほどに、大げさでなくとも、熱暴走が発生しうる要因はいくつもある。 一例としては、起電力が負の温度係数を持っている二次電池を低電圧、充電すると、温度上昇により、起電力が低下し、充電電流が増加して、さらなる温度上昇を招く、という正規感の危険がある。パソコン等のコンピュータにおいて、高負荷を与え続けた結果、内部の温度が高まり、ソフトウェアの異常動作や異常終了、最悪の場合 OS のハングアップや、 再起動を引き起こすことを指す場合にも使われる。ありがとうございます。